現在の状況は、リバプールががぜ首位と。ただ、これを万が一落とそうものなら、うん、えー、チェルシーと4差。うーん、なんかもう考えてないっすね。ホームで、エミレーツで負けるってことはそういうことじゃん。もうすべて捨てていいってことでしょ、もう。 そういうことですね。そうでしょもう,もうそれ背負ってきてんだから。早いでもう限界ギリギリの戦いが。あまあその形ではさて、おき今日のラインナップについてはいかがでしょうかいや、だって右ティンバーにして左スケリー置いたでしょガチやんけ、<の>スケリーがちょっと。ありがとうっていう、これをこれこれっていう感じじゃないですか相変わらずベンチには、パーティーもお休みなんですね。まあパーティーはね、CL で、あのー、サイドバックでフルで出てたんで。まあ今日ぐらいはと。あとは曲がれ案がね、 あ、帰ってきたか帰ってきてる。ほう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 。なんで、ま、そこは、ありがたみなるほど。ま、ちょっとスケリーがね、CL 結構よジまじかったんで。そうなんですよね。途中交代しちゃったけど。そうっすよ。そこがどうなるか、お楽しみでありつつ、エバートンは、まあまあ。なんだ、ま、アシュリアンまだ出てんのおい、パターソンどこ行ったパええヤツがおいええやつがって感じですけど。 あと今日はね、まあ、サムネやる通り、えー、リバプールでフラム。はい。えー、そこもやっていきます、もう。そして、なんと、フェデリコ・チエーザが帰ってきたと。嘘でしょ <laughs> ついに。本物本物です。本物のキエーザ <laughs> 本物のキエーザが。表記ミスじゃなくて。表記ミスじゃないです。<laughs> パパでもないです。<laughs> マジかよ。マジかよ、マジかよ。は、なんかベンチ多くね、リバプール。 そんなことねえか。ヤンフィールド、確かベンチを。<laughs> 10人入ってるわ、おっと。エーザーを見てえな。知エーザ出んのかな <laughs> ちょっと気になるな <laughs> アンダー21の知エーザーが帰ってきたなそう。ユースにいる生一緒選手ではなく。さあ、そんなジョークはさておき。おあ<ー>あ<ー>スキー君なんかどう,どうしてんだよな、この子。あ、うん、うま。あああ<ー>ほら、左増えてるんよ <で>なんか。そうなのよなで、ちょっとスケリーのことちょっと語っていいっすか,かてか俺ユに着るね。<laughs> <laughs> やっぱジャージは力入んねえよ、マジで。最近、伊藤配信でよくジャージ着てるじゃん。<laughs> はいはいはい。だから死んだ手続きもね。お前よ。お前がまずピシッとユに着ねえぞ。俺がユに着て勝ってくれるんだったら何ぼでも着てやるよと。<laughs> マンチェスターダービーユに着てくれ。<laughs> 結果が出る <laughs> ちょっとね、語り、たいんですけど。ほいほいやっぱもう、圧倒的に左サイドの攻撃の回数増えてるなって思うところで絡んでるやっぱスケリー君なんですよね。まあもうずっと左サイドで攻めができてなかったアーサルが2試合連続、まあモナコ戦もめっちゃ左から攻めてたんで。サイドバックか、肝は。インサイドハーフかなと思ったけど。スケリー君の何を気に入ってるって。やっメンタリティっすよね。ほう。この前の CL でスタメン選ばれたけど、 めちゃくちゃ若い、18歳何ヶ月は、たかし二2番目ぐらいの若さだったかなぐらいの感じのスタメンだったんですけど。んはい、なんかランチタイムに、当日シールだから夜じゃないですかです。お昼ご飯食ってる時にスタメンだっていうことを知らされたんです。はい。もうそっからもう楽しみとワクワクが止まらなかったと。おお<ー>。俺だったら喉取んないっすよ。<laughs> 飯。<laughs> 昼ご飯食ええよ。食い終わってから行ってくれよって。 <laughs> 嘘だろ、嘘だろって言って。うん、なるほど。そこで、やっぱ、一般人とは違うメンツだね。いや、俺とは違う。<laughs> マジ、なえ、言うのそう言うのみたいな。え、俺使、使うの <laughs> おすすめはしないですミケルおすすめはしないす<だ>俺を使うの <laughs> 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 さっきもなんかちょっとこねながらも、一個ちょっと、俺打開してやろうかな、みたいな。 うん。そこでね、なんかやってくれてるのはちょっと嬉しいっすよね。えー、スキディ君は、えー、プレミアデビューより前にイエローもらってるから、面構えが。そうなのよ。<laughs> そうなのよ。あれ、シティ戦か。新記録すぎんだろ。そうなのよ。先にベンチでイエローもらうっていう。<laughs> で、その後にハーランに、誰だお前。<laughs> <laughs> <laughs> それ経験してるから、怖いものあんまないんだよね <laughs>。誰だお前 <laughs> <laughs> そ。いわゆるそうそう、ステイハンブルの前よね。ステイハンブルの前。あんまみんなが知らない。<laughs> サイドバックか肝は。インサイドハーフかなーと思ったけど。おおえぇえぇんじゃ、そりゃ。アイシクルっちゅうか、足、ハーランっぽい感じがちょっと。ダイビングキックうん。なんだそれ。たった一人のノースウェストダービー。まだ揺らいでちょっとするから。<laughs> いや、アンペキ、そういうとこ、ちょっとまだ、まだいいかす、これ、すごいな。うん。なぁ、ここのサイドチェンジ、もう、かりいいですルいや、まじでね、フラムの攻撃、おーチネッチャーチネッチャー、ほー。ああ、ちょっと日本。こりゃ、すげえな。こりゃ、れすげえよ。うん。これ、足出して、これ決めるの、これ、すげえよはい。<laughs> 撃てるどれーおー,ーいやー。 ちょっと劣化の舞いしてるなぁ。また劣化の舞いしてんのいや、いいことよ。いい意味でね。ええ、いの攻撃いて。いや、そうそう、ステイハンブルの前よ。ステイハンブルの前。あんまみんなが知らない。おやおおーおおなんだなんだうん。今、なんかまだ大ピンチ。え、レッド !What? 誰にロマソンえ んあどぐそってことなんすかちょっと何が起こったのか全く分かんなかったんですけど。どぐそになるんですかねこれ。オフサイドなのかそもそもオフ説もあるな。<あ>ちゃんと分かんない。抜け出したところがうん。オフだったらまあね。オフだったら取り出しないもうなんもないけど、うん。判定自体はまあオンだったらレッドででもまあしゃーねーなとは思うけど。ねうん、えー、ロボちょっときついだと。 あのー、フラムさん、ロビンソンくれませんかと。寝 <laughs> 返りーロビンソンは、うまかったぞー、マジで。かロバッツンは別に今期っていうか、徐々に衰えはずっとなんか。まあそうですね。まあこの会場にどこまで関係するかは知らないけれども。まあまあ、ロバッツンってそんな年でしたっけ <laughs> うーん、31、人ぐらいじゃない、ね、うーん。お疲れ様でした。ありがとうございます。アーサルの前編、VP はスキリーなのでは ご一緒の時は前、前りさんが言ってたミドルを狙っていく意思みたいなのを出してもいい気がしますん、ね、で、ということで、スーパーチャットありがとうございます。ますだからマジでパーティー入れてもいいかもしんねえなって今思ってるわ、俺マジで。ポー。パーティー入れて、で、メリーのアウトのパーティーいいんで、第1ブロックの前でミドル届くかな。いや、でもだから違うんだよ。俺一回も枠に入れるなんて言ってないでしょ。 <laughs> なるほど。サッカーの穴をつく。穴をつく。うん。だからサッカーのルールには、うん、手に当てたら大チャンスっていう言葉があるんで。あ、ぞ、大師はそんな教えしてないから、必ず後ろで手を組めろ。いや、だから、<laughs> そこが盲点なのよ。<laughs> ほう。一個後ろ通して、後ろ組んだら手に当てる。<laughs> <laughs> ゴールとは真逆の方向で。<laughs> <laughs> こっちは。<laughs> 手に当てるのがいいんすよ、<laughs> もう本当に。<laughs> とにかく、ライスとスキリーの立ち位置が低すぎて、ビルドアップの上、全く意味がないのが気になるの前半でしたと。だからね、なんか、ここを、もっと引き出しよね。<laughs> また来たかライスの <laughs> 立ち位置問題 <laughs>。<laughs> また出てきたのが。ちょっとね、下の方で、うん、まあもう、ビルドアップ貢献しますけど。 やっぱアンカーできないのか、ライスって。うん、でも別に腕決めてたらな、みたいなところもあるしな。まあ、ただなんか、もっと勇気持って持ち運ぶところあってもいいのかなとは思うけどね。ーパーティーばっか使ってでもね。まあそうなんよね、うん。怪我しそうだしな。ただなんか徐々に俺ライスのなんかその、あの勇気思考は改善されつつあるとは思ってんだよな。ほうだって、全然ロングパスも今まで出してなかったしね、あさだで。 ああ、確かになそうそうそう。ティンバーもオーバーラップしてほしい。うん、ティンバーもね、うん、なんか、昔みたいな攻撃ちょっと少ないですかなんかホワイトいた時のいやー、なんか普通に全然。そんなこともないうん、全然大、なんか、そのこの試合だけって感じあるけど。うん、確かにね。相手は相手なのメリーナとトロちゃん、左イさハた方もありだと思いますが、どうですかいやー、なしですね。<う>トロちゃん、左に肌出て、マジ、あんま良かったら試しがないんだよな。 トロちゃん、トップでもな、トップしたみたいな時、よかった。ウーで不在の時頑張ってたか、うん。なんだっけそ去年の話だっけ、うん、いや、ウーで不在じゃない。あれはジェズス不在ですね。ジェズス不在の時で。で、トップだった時よかったんだけど。うん、ライスはね、そう別に、あのー、自我がもっと出たら、でもで、め、め、出てる気がするんだよね、ライスって。て、うん、かロングパス増えてない、ライスの超中長距離のパスって。 ちょ,ちょいちょい浮かしてましたけど。そう。でもあれマジパーティーのあれ見習ってんだろうなと思う。<laughs> 個人的にそれがなんか極まれりだったのがユーロだったんよね。もっと全然通さないじゃんみたいな。ーユーロの時。だからそこが、もっとバシバシ、むしろもうウェストハムの時なんてもう、潰しと運動量とロングパスみたいなさ、とこあったじゃん。 サラードクロス、うん、いいものだこれうわー、うん、コーディーダイビングヘッツ。ダイビングヘッダー来たねー。お、ああ,あ。すんごいクロスに。今日も元気にアシストや。オフも多分ねーよ。ないんじゃないのの走り方。うん。うんあ、そっちか。そうでしょね。 ルイス・ディアスもなんか準備できたよな。ああ<ー>まだまだわかんないですよ。もう、10人になったから何なんだと。そうだな。俺は、逆転、全然ありそうやな。ここはアンフィールドゾおン。おぉいいですね。ダイビングヘッド。ダイビングヘッド。やってみたいね。 タイピングヘッドイングヘッドとか運動神経使うからねめちゃくちゃチャレンジしようと思ったことすらないわだって芝じゃねえもん <laughs> 我々砂だったからそうフサイド何これあ、認められたらもう早いあれぐらいじゃねえあれぐらいソフトですかあライスあげるかおやライスメリーナってことになりますか いや、ムーで下げんので嘘でしょこれはなんという采配ちょっとこれはアグレッシブすぎますよアルツタさんマジでもうミケルも一皮むけるときが来たんや。これはだいぶ攻めたな e さんに問われるよ。ジョルジー e さん・ e んメリーのメリーのなんや。いるの。ちょっとこれは、 面白くなってきましたね。いや、見応えあっちゃぶるよ、これ。お若き衆たちが降りなす。うーん、面白そうですね。全然ガキ使わねえじゃんで有名なアルテタが、もう17、18を2名ピッチに入れてますからね。アルテタガキ使い始めたらもう、そういうことよ。いや、でもこのターンオーバーはでかいな。もうこれな。これを乗りこなしてきたら、 これできたら大きいですよ、非常に。でも、にしても鋭いとこいったよね。<laughs> エッジ、<laughs> エッジギリギリよ、もう。ギリギリのラインよ、これ。いやー、これで結果残したらさすがに褒めなきゃなこれはもう監督の名裁杯と言っても過言ではない。うん、これで勝ったら、アルツタが進化した証拠だもんね。いえ。引き分けならどうなんですかね。うーん。 一人ずつだったかな <laughs> まずは。えー、スタンバイ中のイーさん両手にドリンク持ってたら、こりゃ大物だよね。<laughs> <laughs> 確かに。<laughs> 確かに。の <laughs> かな <laughs> だな。カラボーカッあるしも12月はもう中2日が多すぎるからね。<laughs> やっぱい,い選手つい頼ってみたくなるけど。それはもうね。ただサカてめはダメだと。サ <laughs> カはダメですよ。 立つまで外さんぞ。体力が。さあ、ポケット取って、うまいおあそのフリックはうまいねー。んにちゃんの、おしゃふりが。おしゃふり出ましたね。<laughs> あ<ー>まあ、ま,ま,まあ、これはよくないですね。 リアルな話今日、まあもう引き分けたら優勝するのは、もうほぼ諦めと捉えますので、僕はもう。リバップルが負けたらまだわからなん。いや、でもこのチームが勝ち進められると思えんじないっていう。そ <laughs> うなんだよな。うん、やっぱこの時期だとそういうあれが出てきちゃいますよね。うん。このチームを信じきれないというか。 そうだね。うん,うん。お前ら、この、低たらくで大丈夫なのかという。うん、そうなんよね。ただ、これチャンスかうーん。うん。いやー。ほんで、これは。無に、すごいの決めたな、これ。これ、なかなか細いの。あんだけ体寄せられて。うん。うーん。 なんか、ゴラッソー、ゴラッソーっちゅうのフラム芸術展たけい <laughs> あればっかブルーノとかさ、はい。もう山ほど見てきたじゃないですか。お<ー>お<ー>、うまいうお<ー>今のはうまいジョターの、切り返しが、うん。刺さったが、刺さった。あー、ディシジョンのペナルティのパー。うん。うん なんか、さらっと開いたね。なんか。うん。うわ、うまいねいこんな。こんなフォワードが欲しい。<laughs> マジで。いいフォワードです。しっかり途中交代から、結果を出していく、うんうん。こんなフォワードが欲しいです。今のチームに。ただ、とはいえ、リバップーはこのままでもまだいけない。まあ、そうね。結局。 これ引き分けたら二連分けっちゅうのもね、なかなか、うちのことっすかいやいやいや <laughs> ち、ちょっと、っ <laughs> どっちもやな。もうダメだ。あーダメだ。もう、ちょっともうね。<laughs> ちょっともうね。ちょっとニキラあの、なんだろう。う何もない。<laughs> 何もない。もう本当に。何もないんですか何もない。本当に。感情が <laughs> 消えていく。<laughs> マジで、もうちょっとしっかりしてくれよー <laughs> もうアルツがタオーバーしなくなったよ、これで。<laughs> っていうか、もう今日に関してはなーもう、もう今季はもうダメです。マジで。<laughs> そうなったら優勝できんなや、マジで、このチームは。<laughs> こりゃ、あのー、どのも。しょうもな、もう本当に。あはい、お疲れいーす。<laughs> もう言うことないっす、特に。もう本当に言うことないっす。ひどい。 ひどいというか、もう、心折れた。<laughs> <こ>いやー。今季は優しく、もう、CL 弦に切り替えていこう。もうダメです。値しない。こんなんが優勝するのもありえない。また一つ。ああ <laughs> CL 弦。ありえないああ。マジでありえない。<laughs> うん、切り替えていきます。もう、終わってます。もう、俺、心折れたもん、これ。<laughs> そう、うん。 さあ、そしてリアップルライフラム9分 <laughs> ハッピーロスタイムやね。ほ <laughs> ら、これはね。おおおぉ、うん、そろ、そろ、うん<あ>。 えー、叩き上げたたたなさん320円スパイダーなります。ます見てて思うのは、ヌわネリはまだスペースで自分が受けたいところを優先してる感じ。あと、細かなポジ修正は、うん、まあ、論外と。うん、うーん。まあ、ちょっと、まあまあ、この展開で出すには、そうだよね。なんか、ヌワネリのチームになるんだったらまだしまうんだけど、右サイドなんてサッカーがいるわけだからね。いや、もうもストライカーが必要です、マジこれ。もう本当に。 絶対そうでしょ今年のね、なんか、今年のアーサルが無理だなって思ってるの、グーナーの方が大相うマジで。<laughs> タサボよりも、うん。いや、マジでそんなことないってなってる。もう本当に。うん,うん。こりゃなぁ。 どこもしんどそうな顔しとるぜ、ほんと。チェルシー、リバプールだけ、いい顔した。あと18チーム、暗いんじゃないそんなもんじゃないそんなもんですかそんなもんよ。<laughs> にしてもちょっとペース、お、やばいけどね。落としてるペースが。超、マジで今年レスターいたら優勝してたよ。ほんとに。ほんとに。 リバプールで一騎打ちしてたでしょうそう、リ,リバプールで一騎打ちしてた。<laughs> <laughs>